より小さいプロボクシング WBO アジアパシフィックバンタム級王座決定10回戦14日東京有明アリーナ写真ベルトを腰に巻きポーズを決める那須川後方で微笑むラウンドガールの霧島聖子と立夏リレー無敗の格闘家で WBO アジアパシフィックバンタム級1位の那須川天心25イコール定剣がボクシングで初タイトルダッシュに成功した 天候5戦目で、同級2位のジェルイン・アシロ、23イコールフィリピン、東アジアのベルトをかけて戦い、3-0の大差で判定勝利を収めた。来年末に予定される世界挑戦を見据え、ボクシングキャリア節目のベルト獲得となった。9回にダウンを奪った一方で、最終の10回にバッティングで左目上から流血した。那須川はリング上の勝利インタビューで、 腰にベルトは巻かれたんですが、俺の大事な顔に傷をつけやがって。顔で売ってるのに、格闘技を50戦して、初めて顔に傷ついた。初めて血も出た中、もみくちゃな試合で勝つことができた。KO したかったけど、前回の試合で KO して相手も研究してきた。こうやって10ラウンド通してボクシングできることは証明できたけど。 圧倒的に強くなって帰ってきますと話したその上で今後について今日の試合内容ですぐに世界戦どうだはどうかなと思うので来年中に世界戦どうですか皆さん来年ナスカは天津対世界もっと強くなってきますと観客に呼びかけていた今年7月当時の WBA 世界バンタム級 C のジョナサン・ロドリゲス 米国を左ストレートで沈めた3回 TK 大勝ち以来、約3か月ぶりのリングだった。天候5戦目にして初めてバンタム級のリミット、53、5キロ、での試合、初めての10回戦と世界戦とほぼ同じ条件で臨んだ一戦だった。天候後、初めてランキングで下の選手との対戦だったが、油断も隙もない戦いで勝利をものにした。 15歳で格闘家デビューした14年7月、試合の契約ウェイトは55キロ、ライズのバンタム級、だった。今回はキャリア最軽量となり、プロになって10年経過して、デビューした頃より低い体重なんて感慨深い。10年間よくやってきたなぁと思いますね。多少、減量の不安もあったので、とうなずいた。期間を長くして入念に脂肪を削る、作業を経て、 ナスカワは体格面のメリットに気づいたという。バンタム級の他選手と比較し、骨格がでかいと改めて思う。この体格をこの階級に合わせられる。自分の筋肉量を見てもそう思う。と手応えを示した。水抜きといわれる急激に減量する作業も計3キロ前後に抑え、体に合わせて定まってきた。あとはパフォーマンスできるかだけ、と自信を胸にリングに立っていた。 これで国内で世界挑戦するための条件だった日本、アジア王座の獲得という日本プロボクシング協会のナイキをクリアした。現在、世界ランキングは WBA と WBC で3位に入る。WBO では12位にランクされており、今回のベルト獲得でさらにランクアップされそうだ。 ベルトダッシュで24年を締めくくった那須川が25年末と設定される世界挑戦へ歩みを進める。那須川天心、那須川天心、1998年、平成10、8月18日、千葉、松戸市生まれ。5歳で空手を始め、小学5年でジュニア世界大会で優勝し、キックボクシングに転向。14年7月、 15歳でプロデビュー15年5月にプロ6戦目で史上最年少16歳でライズバンタム級王座を獲得16年からライジンなどにも参戦18年6月に階級を上げ初代ライズ世界フェザー級王者に22年6月 K1 の元3階級制覇王者タケルを判定で下した23年1月に定見ジムからボクシングに転向すると表明 同4月に6回判定勝ちで天候1戦目を飾った。家族は両親、妹2人、弟、身長165センチの左ボクサーファイター、キック出身の主なボクシング世界王者スーパーライト級王者として無敵無敵を誇った選作。タイは75年7月、天候3戦目で WBC 世界スーパーライト級王者フェルナンデス。スペイン 回系を勝ちして世界王者になった3戦目での世界王座ダッシュは今も最短記録。ムエタイ3階級制覇のウィラポンタイは95年9月に転校4戦目でダオルンタイに判定勝ちして WBC 世界バンタム級王座を獲得。ウクライナのキーウ市長で元 WBO、WBC 世界ヘビー級王者のビタリ・クリチコ氏もキックからの転校組。 ボクシング転向後、世界選手権スーパーヘビー級人、プロでも世界一に。元 K1 スーパーバンタム級王者、武井義樹、大橋、が WBO 世界バンタム級王座を獲得。史上初の K1 王座ボクシング世界王者となった。ラウンド VTR、1回、サウスポーの那須川は距離を取って慎重に様子を見る。那須川のミニジャブが浅くヒット。 アシロはカウンター狙いか。一分過ぎにナスカワが軽く左を伸ばす。アシロは大振りの左フックを振るうが二度空振り。ナスカワもカウンターを警戒してか中盤も慎重に戦う。中盤にナスカワの左ストレートが顔面とボディに決まる。日韓採点はナスカワ10の9。2回、ナスカワが右ジャブを伸ばす。アシロの右ストレートが浅く入る。 中盤もナスカワは右ジャブをついて慎重に戦う。中盤の打ち合いはアシロが左フックを決める。2分過ぎにアシロが打ってきたところにナスカワが左カウンターを放つが空を切る。共にほとんど有効打ないままゴング。日韓採点はナスカワ10の9。3回、アシロのいきなりの右をナスカワが足を使ってかわす。ナスカワの右ジャブ、左ストレートは届かない。 アシロはラフにパンチを振って前に出る。共に中盤まで手数が少なく有効打はなし。2分過ぎにアシロが打って出るがナスカワはすべてかわす。中盤はナスカワの左ジャブが数発当たる。共に有効打なし。難しいラウンド。日韓採点はナスカワ10の9。4回、アシロがじわじわと前に出る。一発狙いの相手を警戒して、ナスカワはなかなかパンチを出すタイミングがない。 中盤の那須川の思い切った左は空を切る。2分過ぎに那須川が足をロープに詰めて連打。残り30秒、那須川の左ボディーブローが決まる。日韓祭点は那須川10の9。5回、開始早々、カフの右が那須川の顔面に決まる。40秒過ぎに那須川がワンツーを返す。中盤は那須川が右ジャブを突き、軽い右フックがヒット。 2分過ぎから那須川がプレッシャーを強め、左ボディーブローを決める。このラウンドも明確な有効打はなかったが、那須川のボディ攻撃が効果的。日韓祭点は那須川 10−9。6回、序盤はお互いパンチが出ない。那須川が軽く右ジャブを繰り出す。中盤は那須川が珍しくカフのパンチを受けるシーンも。残り1分から那須川は前に出てパンチを繰り出すが、 アシロもボディーワークでことごとごくかわす日韓採点はアシロ10、9、7回、開始30秒、お互いパンチをほとんど出さず様子を見る。1分過ぎに那須川の左ボディストレートが決まる。1分半過ぎにアシロがバランスを崩したところに那須川の左ストレートがヒット。アシロも右パンチをお返し、終盤は那須川がジャブからプレッシャーをかける。 日韓祭典は那須川10-9。8回、30秒過ぎに那須川の左ボディストレートが伸びる。1分半過ぎに那須川の左強打が2発、アシロの顔面にヒット。2分過ぎにアシロの右パンチを受けた那須川は首を振って効いていないとアピール。終盤は打ってこないアシロを誘ったが、アシロのパンチをすべて外す。日韓祭典は那須川10-9。9回、 相変わらず序盤はお互いパンチを出さずにお見合いが続く。アシロが右を伸ばすもナスカワに届かず、40秒過ぎにナスカワが左ストレートでダウンを奪う。アシロはすぐに立ち上がる。再開後、アシロは前に出るがパンチは当たらず、逆にナスカワの左ストレートを浴びる。後半はナスカワの左が再三決まる。日韓採点はナスカワ10-8。10回。 アシロがラフなパンチを振って前に出る。ナスカワは巧みにかわす。中盤はナスカワは左パンチを振って前に出るが、頭が当たったのかナスカワは左目尻をカット。ナスカワは流血しながらも果敢に攻め続ける。アシロの苦し紛れのパンチは当たらない。終了間際にアシロをコーナーに詰めてナスカワがラッシュしたところで終了のゴングが鳴る。日韓採点はナスカワ10の9。